並んでますが、1月の10日あたりにいただいたお便りはチェリーピンクさんで、あの笠井智美さんの初ソロ写真集トモコのこと好きが2月4日に発売だそうで、トモのこと好きや、はい、トモのこと好きがで手ぶら写真が載ってまして、チェックしましたかというふうにね、うん、あの軽くまだ僕らもあそんなん出るらしいな、出るなという時点のお便りです。増田おかずさんからいただいておりますけれども、どうやら外国人の子供の手でバストを隠すという大胆なものですが、私はこれ物議を醸し出したあの口移しのソフトキャンディーの CM 同様、なんかちょっと品のなさを感じましたねというような、これも10日の時点での出たよというのとちょっとなぁというような段階だったんですね。で、専用列車さんが14日、もうちょっとこう4日ぐらい経ちますけどね、はい、まあ問題になってるらしいですよということですね。はい、問題の写真が発表されたその日に見た時にはすごい大きな胸だなとか大胆なポーズに驚いたものの、問題になっていたような児童ポルノ的なことは全く思わず、むしろ美しいなと思ったくらいなんですが、そのあたり諸外国より児童ポルノに対して甘かった日本の環境の中での感覚が麻痺していたのかなと思いましたということで、14日にいただいたお便り、一宮の純ちゃんも、男の子の手ぶらがダメだったんなら坪井さんに手ぶら頼めばよかったじゃないですかということで、私だったらいつでもいいですよそんなね、そして、21日一時の恥の康介さんの、手ぶら写真を出すわけにはいかねえぞさん手ぶらも全然オリンピックとかけてますよ、はい、康介さんの手ぶら写真を出すわけにはいかねえぞと、別にその出しても手ぶらで抑えんでも全世界に中継されてますよ彼の乳首は本当に、まあ、そういうことですよ。そんな言葉もありましたありましたですけどもね、はい、まあ、講談社、出版元の講談社は社会通念上不適切な表現があったとしております。講談社の言う不適切な表現とは、笠井智美のパイオツはあの数学に出てくるパイに高オツのオツという字をパイオツと、よう私今瞬間に読めたなと自分を褒めてやりたいなって今一瞬思いました、はい、都合良いのはすぐに変換って読めてしまいました、はい、やっぱこれこういう技術が僕にはついてるんです。他では一切役に立たん技術ですね、こういうの、ね、スラスラスラっとこういうのやるんだよね。パイオツを少年が手ぶらしているというこの写真ですよねというね、うんうん、この公表できないナスカの父親さんも、うん、子供がダメならいつでも私変わりますよねともさっきと同じようにいろんなのがありましてね、はい、まあこういったニュースを見るに聞くにつけ、まあ、いろんなことを感じて、自分との感覚とか世間の感覚ね、うん、一つのルール、はい、どういうところにこの基準があるのかというようなところも、やっぱりこれちょっと感じるような、そんな出来事でもありました。